したものかしら。あれ、ミラさん、リクエストボードの前でうなってどうしたんですか？何か悩み事でも？これうちに来た依頼なんだけど、私にぜひ受けてほしいらしくて。わあ、依頼主のご指名ですか？すごいじゃないですか。やっぱり大魔党演舞とかで活躍してたから。それ自体は嬉しいんだけど、ほら、私って一応引退した身だから。見てる限り全然現役バリバリだと思うんですけど。それにギルドの受付のお仕事があるから、ここを離れるわけにはいかないのよね。話は聞かせてもらったぞ。それくらい私たちが代わりにやっとくよ。いらね、リサーナ、エルフマ代わりにやっとくって。ミラネーが外にお仕事に行ってる間、私が受付のお仕事を代わってあげるってこと。あ、エルフ兄ちゃんは用心棒代わりね。姉ちゃんの留守の間は俺たちがギルドを守る。二人とも、ミラさん、二人もこう言ってますし、依頼受けたらどうですか？依頼主の人もその方が喜ぶでしょうし。そうね、じゃあ任せちゃおうかしら。よし来た。ミラネーの代わりにバッチリやっとくからね。そうと決まったら早速準備しなくっちゃ。頑張ってきてくださいね、ミラさん。あ、ルーシー、この依頼実はルーシーも指名されてるの。一緒に行きましょうね。え、そうだったんですか？最初にこうやってスタンプを押して。そうそう、上手上手。もう子供扱いしないでよ。これくらい私でも普通にできるよ。これで手続き完了っと。それじゃ頑張ってきてね、ミラネ。ルーシー、はーい。留守番よろしくね。マジか。
ちの勝ちね。よし、どこ行こうかな。ここにしましょう。そんなに難しくない依頼でよかったわね。いやー、ミラさんの戦いっぷりのおかげですよ。本当に強いな。あれ、なんかギルドの前の通りに人だかりができてません？本当ね、何かあったのかしら。おいおい、騒がしいな。ギルドの方で何かあったのか。なんでもどこかの闇ギルドがフェアリーテイルに襲撃をかけたって話だぜ。みんな、ミラさん、私も行かないと。私たちでちょうど片付けたところ。ちょっとギルドの中が散らかっちゃったけど全然平気だよ。何事もなくてよかったですね、ミラさん。ミラさん、よかった。本当に私、あなたたちに何かあったらどうしようって。また大切な人がどこかに行っちゃったりしたらどうしようって。大丈夫だよ、ミラネ。私たちはもうどこにも行かないから。そうだぜ、姉ちゃん。俺たちだって成長してるんだ。姉ちゃんがいなくてもギルドのルスくらい守れる。もっと私たちを、仲間を信用してよね。そうそうよね、信じないとダメね。あなたたちもフェアリーテイルの一員なんだから。そういうこと。だから今度からも留守は私たちに任せて自由にお仕事行ってきていいんだからね。私も結構受付の仕事やってて楽しかったし。そうね、今度からもそうするわ。姉ちゃんも晴れて現役復帰ってわけだな。ってことは今後は私たちからミラさんをチームに誘ってもいいんですか。ええ、誘ってくれたら嬉しいわ。また一緒にお仕事しましょう。すっごく心強いです。絶対また誘いますね。改めてよろしくね、みんな。